ドイツってもともとは原発を小さくしてフランスから電力を買ってたんですよ、うん、ただフランスが原発の稼働とかうまくできなくなっちゃって、うん、逆にあのフランスがドイツから今電力買ってるらしいんだよね、うん、ドイツはドイツで原発減らすって決めたらやっぱそれに合わせてやっぱ減らしてきたんだけど、天然ガスでいけると思ってたから原発を下げようみたいな形あったのに、天然ガスを止められちゃったわけじゃない、ロシアから、うん、で原発を減らすっていうのを決めてたから、うん、じゃあそれはやろうってことで、うん、石炭を増やしたさ何やってんのとその脱炭素どうしたのそうだから逆に炭素増えてるっていう、まあ、本末転倒ですよね。 そうで、それをね玉川徹は絶賛してるわけよ、原発をやめた素晴らしいとか言って、いや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 、ドイツが脱原発完了、はい、揺れた廃止論、国民は延長支持6割、うん、これも日経新聞の記事なんですが、はい、ドイツで15日国内に残る全3基の原子力発電所が稼働を終える、歴代政権が掲げてきた脱原発は先送りを経てようやく実現するものの、インフレが続く中世論の6割は延長を支持するということですね、うん、政権内でも異論が噴出する、連立与党で産業界に近い自由民主党、FDP は24年までの稼働延長を求めてきた、電力供給が不安定になる事態に備え原発を解体せずに予備電源として維持するよう訴えると。原発の経済性を試算するのは難しい、ドイツ政府は数世代にわたる放射性廃棄物の処分の難しさを挙げ、安定的な電源のメリットよりリスクを重視するということですね、うん、はい、ドイツの電源供給量のうち原発の比率はわずか 6% だ、まあ、元からかなり減らしてきていたんですね、うん、はい、風力などの再生可能エネルギーが5割弱を占める反面、ウクライナ危機を受けて石炭火力の比率が、3割強まで、まあ、今増えていると、はい、増やしてきたというのが挙げられています、うん、はい、ただやっぱドイツって送電網つながっているので、うん、はい、日本とは状況違うのはまず頭に入れておかなければいけないのかなと思いますけどね、はい、うん、そうです、例えばその再生可能エネルギーで発電しまくれちゃったら他国に売るっていう選択肢もあるし、逆に足りなくなったら、うん、他国から買うっていう選択肢もあるし、 その場合例えばフランスから買うみたいな話になったら、はい、それ原発かもしれないし、だからもともとは原発を小さくしてフランスから電力を買ってたんですよ、うん、ただフランスがバカで、なんかうまく原発の稼働とかそっちをなんかうまくできなくなっちゃって、うん、逆にあのフランスがドイツから今電力買ってるらしいんだよね、うん、最近の記事でよるとバカだなと思うフランスとんでもなくバカだなって思うんだけど、まあドイツってはドイツはドイツで、うん、決めたことを一回決めたらずっとやってしまうっていう頭の固いところがあって、うん、はい、イギリスとかはやりながら、うん、のらりくらりと考え方を変えてやっていくことができる国なんだけど、ドイツって原発減らすって決めたらやっぱそれに合わせてやっぱ減らしたんだ、うん、してきたんだけど、これ正しかったのかっていうのは後じゃないと分かんないし、うん、でしかも実際その天然ガスでいけると思ってたから原発を下げようみたいな形あったのに、今回その天然ガスを止められちゃったわけじゃない、ロシアから、うん、だから困って、で原発を減らすっていうのを決めてたから、うん、じゃあそれはやろうってことで、うん、石炭を増やしたさ何やってんのとその脱炭素どうしたのそうだから逆に炭素増えてるっていう、だからドイツのね頭の硬さっていうのはね、うん、ちょっとおかしいと思うんですよ、まあ、本末転倒ですよね。そうで石炭をまた増やすみたいな形になっていってるわけだから、うん、いやバカじゃん、それをね玉川徹は絶賛してるわけよ、原発をやめた素晴らしいとか言って、いや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 ドイツの電気代相当高いぜ、高いですよ、うん、はあ、あと日本今高い高いって言われてますけど、うん、それでもまだめちゃ安みたいなところありますからね、現段階では。そうなんですよ、はい、で塚地君さっき言ったとおり、ヨーロッパって国がくっついてるから、うん、あの電力を供給し合いし、はい、できるんで、ね、融通できるんですね、足りないところに回すってことができるから、うん、まだいいけれども、うん、じゃあ日本はね、あの電力なくなった時にね、うん、じゃあ韓国から買うんですかっていう話じゃない、うん、そうですね、うん、なんか謎の漏電しそうですよね、そうそうだし屈辱的じゃない、しかも海いやていうかちょっと現実的じゃないですよね、うん、そう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 、韓国大陸とつなぐっていうのは、そうそうそう、韓国から買うっていうのもおかしいし、うん、だからこそ日本ってやっぱいろんなバランス取ってね、うん、あのやんなきゃいけないっていうのがあるわけで、そうなんですよね、うん、でもやっぱドイツを来産する人って結構いますよね、うん、あ、いる、まあ、さっきの その玉川さんもそうなのかもしれないし、うん、
今週あの田原総一郎さんが、うん、あのツイートして話題になってるんですよね、はい、これはあの16日のツイートなんですけど、うん、はい、ドイツはすごい、ドイツができてなぜ日本ができないのか、これあの原発 の、 その脱原発したっていう記事を引用しつつ言ってるんですけど、はい、うん、ドイツは白黒はっきりしていて、だから安全保障も NATO には加盟していない、第二次世界大戦への反省が極めてはっきりしている、この点が、日本はグレーで、はっきり言えば安全保障でもエネルギーでも曖昧だっていうことを書いてるんですけど、 あれ加盟してなかったかなっていうのもあるし、うん、なんかドイツをただ褒めたいだけなのかなっていう、ドイツは第二次大戦でやったこととかも別にナチスのせいだってして、うん、いい加減だったんですよ、うん、でも選挙で実はドイツはナチス、ヒトラーをね、うん、90% ぐらいが支持して、はい、ちゃんとドイツ国民の選択としてやってたのに、うん、ナチスがやってたことだって言って逃げたわけですよ、うん、はい、日本の謝罪の仕方とは全然違うんですよ、うん、本当に汚いんですよ、ドイツの方が、はい、それでもやっぱりドイツはすごいって言ったってね、はい、いやさすがドイツみたいな、うん、はい、感じで持ち上げてしまうのが、いやいや石炭増えてるよと今石炭増えてるよと、日本ぐらい行くよとこれ、うん、このまま行ったら全然脱原発行ってないじゃないかっていう、そうなんですことですからね、はい、いや本当にだからね、うん、これはなぜドイツをね来賛するやつらがいるのかが全然分かんないですね、そうですね、まあ、はい、いいところもあるとは思いますけど、うん、かといってこんな来賛することなのかっていうと、うん、ちょっと違うんじゃないかなと、はい、あと日本の石炭技術の方が多分上だと思うんですよね、うん、まあ、クリーンさで言えばね、はいはい、結構なんかその辺もね、うん、日々進化してるので、そうです、はい、っていうか脱炭素って本当に必要なのかなっていうのだけはねちょっとまだ僕も分からないんで、必要っていうか、うん、難しいだろうなっていう、脱炭素、ね、かなりこの目標高すぎるなっていうのはありますよね、ただなんかやっぱ社会的に、うん、そのなんかエネルギーの無駄をなくそうとか、うん、あとなんか物は大切にしようみたいな、うん、なんか一周回ってそういうところにはなってきてるのかなとは思いますよね、うん、石炭で言えば、はい、永遠にあるっていうかめちゃくちゃあるんですよ、うん、だから石炭火力をやる分に関しては、うん、そのちょっと汚いとかね、うん、クリーンじゃないっていう点があった文句は分かるんですよ、うん、でも天然ガスっていうか、うん、シェールガスに関しては、うん、永遠にあるんですよ、うん、もう750年分ぐらいあるんですよ、アメリカがシェールガスを発明したから、うん、だから人類はもう燃料に困るってことは絶対ないんですよ、そうですね、まあ、なんか以前はねその、うん、なくなるっていうから危機感をみんな持ってたわけですけど、そう僕は子どもの時から、うん、あと15年で石油がなくなるってずっと言われてたけれども、うん、はい、もうシェールガスを発明されてからは、うん、750年分なんで、はい、多分その頃にはまた別のエネルギーが出てるはずなんですよ、そうですね、だからシェールガスがうまくいった時にゼロになったんですよ、うん、石油価格が1回、はい、これいけるってことで、そうですね、うん、一時期ね3年くらい3、4年前にあったでしょ、はい、石油価格がそこまでいってたんですよ、うん、本当にだからなぜこのだから脱炭素っていう利権なのか何か分からんけど、うん、こういうのをまた言い出しちゃって、うん、我々から高いね電気代取りやがってっていうのは本当腹立つなと思いますね、うん、まあ、最近なんか、はい、本当にライフスタイル変わってきたなっていうのはでもありますよね、うん、これなんか脱炭素とか関係なく、うん、なんか企業が勝手にやってるというか、うん、でそれを消費者が買ってるっていう流れはあると思うし、うん、はい、なんか大量消費からは変わってきたのかなって、うん、企業も、はい、だからユニクロとかも、うん、今なんかどんどん高付加価値路線に行ってるじゃないですか、値段上げたりとかね、そうですね、はい、でなんか GU は GU で、うん、なんかちょっと低価格路線でありますけど、うん、はい、ユニクロ自体はちょっとなんか高価格路線というかちょっと高くなってるし、そうですね、はい、もしかしたらユニクロ株買わなきゃいけないかもしれないですよ、もう一回考え直してね、うん、まあ、企業価値を3倍にするって柳井さん言ってましたんでね、うん、柳井さんを好きかどうかはともかくとして、うん、やりそうな気がするんだよ全部今まで経営計画で長期経営計画発表したこと全部今までやってきてるんだよ、うん、あの人は。なのでネガサ株だから、うん、ミニ株とかでね、めっちゃ高いですからね、あんなの100株買ったら、そう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 100株買ったらもうユニクロと心中みたいになっちゃう